お分かりいただけますように、ほぼあの日本全部のですね太平洋沿岸に津波警報が出ています。大津波警報、津波警報が出ています。大津波警報から、津波警報まで西日本の方まで出ていますので、はいはい、これは、日本全体太平洋沿岸には津波に対して厳重な注意が必要ということですから、はい、東北地方、関東地方、北海道にとどまらず、全ての地域で津波に厳重な、ちょっとお待ちください。関川さん、ちょっと待ってください、はい、青森の八戸の港です。青森の八戸の港に津波が今押し寄せています。今車で逃げてらっしゃる方もいらっしゃいますが、岸壁を乗り越えて波が到達している状況ですね。画面の右が海です。右側から左に向かって津波がちょうど到達しております。船そして、車を越えて、陸地のかなり奥深くまで津波が到達している。これは生の映像です。青森県の八戸港の映像をご覧いただいております。林がずっと海岸線に沿ってありますが、その左手は道路になっています。一般道ですが、津波は到達してもうすでにその道路の手前のところまで、進んできております。この津波ですが、到達した後引くときに非常に強い力を発揮するということで、巻き込まれないように本当に警戒していただきたいと思います。車が駐車しておりまして、その海岸線に沿って、樹木が立ち並んでいるんですが、すでに今津波の波がその海岸線を越えて、波が樹木を越えて一般道の方に進んできています。まだまだ画面の右手から左手に向かってさざ波のように波が見えておりますが、今車が通行している道路に向かって波が進んでいます。この辺りはおそらく通行止めにこの後なるんだろうと思いますが、今トラックがですね、はい、津波に巻き込まれ、水しぶきを上げて、走り去っていく様子が出てきました。進みましたね。波まで、道路までもう波が到達しましたね。あそこを走行するのは大変危険ですから、はい、すぐに海から離れたところへ車を動かしていただきたいと思います。はい、そうですね。すぐに水から離れて少しでも高いところ、海辺から遠いところへぜひ移動していただきたいと思います。到達予想時刻、そして到達するおそらくこのぐらいの波が来るのではないかという予想値がありましたが、宮古では4メートルの津波が3時23分に到達をしました。十分に注意を続けていただきたいと思います。それでは改めて KHB 東日本放送からの情報です。仙台お願いします。相馬で 7.3 メートルの津波が観測されました。また大洗でも 3.9 メートルの津波が到達しました。八戸 2.3 メートル、浦河 2.1 メートル、いずれも高い高さの津波が到達しております。どうぞ十分にご注意ください。津波は第1波よりも2回目、3回目の方が大きくなる恐れがあります。海岸や河口には絶対に近づかないでください。午後2時46分ごろ、宮城県沖を震源、非常に大きな地震でしたので、余震も大きな地震が起こる可能性がありますので、十分その揺れについても警戒してください。これは破壊開始、地震の破壊開始点ということで、決して、そこのピンポイントだけが壊れたわけではないので、東北地方の沖から関東地方の沖合まで、かなり地震が分布しているようですので、かなりの破壊域が あったものと思われます。破壊開始点は三陸沖、牡鹿半島の東南東約30キロメートル付近で、震源の深さは10キロメートル、これは速報値でございますけれども、震源の深さは10キロメートルと推定されています。それから発震機構ですけれども、西北西、東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型です。観測されました震度ですけれども、震度7が観測されたのが宮城県の栗原市、それから震度6強を観測したのが宮城県の涌谷町、登米市、大崎市、名取市など、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県28市町村で震度6強を観測しております。
その他、東北地方を中心に北海道から九州地方にかけて、震度6弱から震度1を観測しております。大津波警報が出ている地域は先ほど申し上げました通りです。それから津波の津波警報を発表しているのが北海道日本海沿岸南部、青森県日本海沿岸、陸奥湾、千葉県内房、東京湾内湾、小笠原諸島、相模湾三浦半島、静岡県、愛知県外海、伊勢三河湾、三重県南部、淡路島南部、和歌山県、徳島県、愛知県宇和海沿岸、高知県、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島、屋久島地方、奄美諸島、トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島、八重山地方です。それから津波注意報を発表した地域が、オホーツク海沿岸、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、岡山県、香川県、愛媛県瀬戸内海沿岸ですね、有明八代海、長崎県西方、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、鹿児島県西部、以上です。で、津波の観測状況ですけれども、最大の高さで4メートルを超えるものが観測されておりますけれども、ちょっと一部地域で、停電とか、それから、通信回線の切断等がありまして、欠測などがございますので、実際に到達している津波がわからないという地域がございます。ただ10メートル以上という大津波警報を出している地域は10メートル以上を予測しているところもありますので、相当高い津波が現在来ているものと思われます。十分警戒してください。それから余震活動の状況ですけれども、多数の余震が観測されてますけれども、余震がかなり重なっていますので、非常に分離が難しいというところで、現在、何回ということは申し上げられませんが、現在も引き続き余震活動が活発な状況が続いていると思われますので、そういった強い揺れに引き続き警戒してください。それからこの地震に対して地震の検知後 8.6 秒後に緊急地震速報の警報を発表しています。あとは資料でご説明しますけれども、一部もらえますか。各地の津波に対する警戒は引き続きお願いをいたします。現在も大津波警報が出ています。車で逃げていらっしゃる方がいらっしゃいますが、車は乗り捨てて、とにかく波から離れて逃げてください。大津波警報が発表されています。津波は青森県の太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、いずれも10メートルを超える津波が到達していると観測されております。失礼しました、予想されております。ですから十分にこの後もさらに大きな津波が押し寄せる可能性がありますので、十分に警戒を続けていただきたいと思います。そして現在午後4時11分ですが、津波の到達予想のスーパーが出ていますが、根室港、函館、室蘭港、父島、二見、舞坂、熊野市、雪では津波の到達する予想時刻となっています。直ちに海岸沿いが続いているという情報でしたが、東京近辺の関東の情報です。東京電力によりますと、東京、神奈川、茨城、栃木、埼玉、千葉、群馬、静岡、1都7県で405万軒で停電が発生しているということです。
関東地区で405万軒で停電が発生しているという情報です。多いのは神奈川、情報の収集が困難になっています。現在福島県内、こちらは現在の青森県八戸港の映像です。画面右側が、波が少し立っているように見えますが、現在これは津波が押し寄せている状況だということです。八戸はすでに先ほどもライブの映像がありましたので、はい、これはおそらく大きな津波の第2波と思われます。今ちょうど岸壁に係留してある船に向かってさざ波が大きく波が揺れながら右から左の方へ進んでいるのが見えるんですけれども、これはおそらく第2波の大きな津波ではないかと思われます。それでは津波の到達予想をここでお伝えいたします。青森では午後4時50分に津波が到達する予想です。土佐清水では午後4時50分に津波が到達する予想となっています。須崎港では午後4時50分に津波が到達する予想です。そして瀬田名港では午後5時に津波が到達する予想です。そして奥尻島松江では午後5時に津波が到達する予想です。半田市衣浦では午後5時に津波が到達する予想です。画面切り替わりました。かなり広い範囲でこの後も津波が到達する予想です。高知では午後5時に津波が到達する予想です。日南市油津では午後5時に津波が到達する予想です。そして寿都市では午後5時10分に津波が到達する予想。岩内港でも午後5時10分に津波が到達します。到達する予想です。奥尻港でも午後5時10分に津波が到達する予想です。むつ市港でも午後5時10分に津波が到達する予想です。画面が切り替わりました。現在は青森県八戸の漁港の映像が映っています。画面右側から大きな津波が押し寄せていると思われます。画面の今ですね、だんだん海が盛り上がりまして船が接岸されていますが、大きく持ち上げられているのが分かります。これは現在津波の映像です。津波が青森県八戸港に押し寄せています。波が大きく渦巻いているのが分かりますが、だんだんと海面が盛り上がってきました。今接岸されている船が先ほどよりもかなり上に持ち上がっているのが分かります。大きな津波のエネルギーが働いているのが分かります。大きな津波が押し寄せてこう渦を巻くような形で岸壁にぶつかった津波が今また沖の方に戻っているという状況かもしれませんが、画面の真ん中あたりの右手から次々とこの波が押し寄せているという、これは津波の現在青森県の八戸市の情報を映像でご覧いただいております。津波の到達、津波の観測地ですね、浦河では午後4時42分に 2.7 メートル、父島二見港では午後4時24分に1メートル、静岡県の舞坂では午後4時27分に70センチ、根室で午後4時22分に30センチ、白浜町片田で午後4時40分に10センチ、御坊市原井戸午後4時41分10センチ、もう北海道から関西まで地名が散らばっております。徳島の真雪では4時42分に10センチ、田原市赤羽、これは愛知県ですが、午後4時35分に 1.1 メートル、三重県の尾鷲で午後4時35分に1メートル、横浜で80センチ、熊野市雪木で午後4時28分に70センチ。現在は画面が切り替わりましたが、岩手の情報が入っているということですね。はい、岩手朝日テレビから岩手県内の被害の情報が入ってきておりまして、久慈市侍浜の桑畑漁港で車が2台流されて1人が死亡、港地区の家で車の間に挟まれ1人が怪我をしているということです。それから宮城の情報ですが、宮城県警によりますと石巻市で落下物によって1人が死亡、他に仙台市で中学生の男子が津波に流され行方不明になっているということです。仙台市では中学生の男子が
津波に流され行方不明になっているということです。とにかく映像で確認できるように津波は繰り返し高い高さで襲ってきております、はい。どうぞ海岸河口などに決して近づきませんように。先ほどと同じ映像ですが、もう防波堤を波が越えていきました。船の係留してある場所を越えて、画面の右から左手に向かって、防波堤を越えて、波が左の市街地の方に侵入していっているのが分かります。先ほどから私たちが情報をお伝えしているほんの 2,3 分の間ですが、ご覧のような状況に変わりました。道路沿いの公園のような、樹木が立ち並んでいるところに向かって波が進んでおります。車が流されています。軽自動車が今流されております。先ほどよりも波の勢いが強く感じられます。はい。海の中を進んでいたスピードよりも、陸地に上がった後の方が、ご覧のように津波のスピードが速くなっています。完全に道路を越えていきました。かなり大きな津波ですね。先ほどはこの道路あたりまでは、来ているのが確認されたんですが、乗用車が1台巻き込まれているのが見えます。第一波よりも強い波が今押し寄せています。車が巻き込まれてガソリンスタンドの前で今沈んでいくのが見えます。これは現在の青森県八戸港の映像です。どんどんと右から左、海岸から海岸線を越えて、海の水が内陸部に入っていっております。ほとんど防波堤を船が越えようとしています。先ほどは今中央に見えています樹木のこの並びのあたりぐらいまでしか津波が来てなかったんですけれども、はい、今回の津波はもう軽々と越えているような状況に見えますね。この樹木の左側のところがちょうど2車線ぐらいでしょうか、道路になっていたんですけれども、そのあたりを越えてさらにその先の住宅地へと水が流れ込んでいるのがこの映像で非常によくはっきりと分かります。私たちが今この中継などの情報をお伝えしているのが、はい、1時間半ぐらいから前なんですが、はい、その時にも八戸の映像がありました。はい。その時に比べて現在、これは今中継の映像、ライブの映像ですが、今回の津波の方が1回目の津波よりも大きな津波が来ております。情報です。気象庁は今回の地震を東北地方太平洋沖地震と命名したということです。気象庁は今回の地震を東北地方太平洋沖地震と命名しました。津波の映像を今ご覧いただいておりますが、先ほどまではこの船は、海岸、港の岸壁に係留されておりました。それがもうすでに左に傾いている船、それから、岸壁に乗り上げてしまっています。車と船が同じような位置になっておりまして、軽自動車が今波に揉まれている映像です。これは第2波、第3波の可能性があるということなんですが、先ほどに比べて、第1波、第2波に比べて非常に大きな津波が押し寄せているのが分かります。今もう接岸していた船がですね、岸を離れまして、もう船同士が浮かび上がりましてぶつかるような状況になっています。スタジオには東北大学の津波の専門家でいらっしゃいます今村文子教授に来ていただきました。今村さん、今この映像をご覧になっていて、はい、どんなことを、はい、注意したらいいんでしょう、これから住民の皆さん。はい、まずですね、津波はですね、非常に周期が長いで、現在ですね、押し波が来てますけども、はい、それが少なくともですね、20分以上続くと思います。この状態はまだしばらく、はい、まだ続くわけですか。はいはい、で今回はマグニチュード 8.4、日本で考えられる最大の地震で、津波が発生しました。はい、でおそらく周期と言われるのが、40分前後、30分から40分前後だと思います。それは津波の周期、はい、ということですか。山から次の山へですね。はははでその半分が押し波として、来ます。はい、で今見えているのが、波というよりも強い流れとして濁流として来ています。はい、でこれはですね、市街地都市型の津波のタイプでありまして、流れが強いために非常に破壊力が大きい。はい、船などまたいろんな漂流物がですね、奥に流されている。でこういう場合ですね、とにかく高いところ、近くのですね、比較的、コンクリートなどの高いところに移動するしかないです。船がもう横倒しになって、道路の方まで近づいております。はい、手前の船も今流されて、
入っていますね、はい、これはおそらくアンカーは打ってるんでしょうけど切れてるんでしょうね、はい、このような大型船もですね、津波は軽々動かします、はい、今沿岸部沿いの建物がもう完全に1階部分は埋まっている状況です、はい、これからまだ水かさが増す可能性もある、可能性はあります、はい、今の今村先生のお話ですと、こういった状況は20分以上は続きます、はい、ということは相当な海の水が奥まで入っていく、ということですね、はい、でまあ、最悪の場合ですね、1キロ2キロは入っていきます。そうですか、はい、これで見た感じで大体何メートルくらいの津波だというふうに予想することはできるんでしょうか。おそらくですね、2階までは来ていないので、2メートル程度だと思うんですけども、今はこの津波の高さよりも流れということで運動のエネルギーに変わっています。なるほど、破壊力は同じだけありますね。今のお話ですと、はい、これからこの道路から今この映像をご覧になっている地元の皆さんは海からどんどんと海の水が押し寄せてきているということを、はい、今住んでいらっしゃるところではわからないかもしれませんが、そうです、まあはい、とにかく避難していらっしゃることを願うばかりですね。そうです。で、車でですね、避難することは非常に危険です、はいはい、津波がですね、どの方向から来るか分かりません。またとっさにですね、高いところに移動できませんので、原則徒歩で、とにかく高いところに移動してください、はい、海岸の今状況の中で、高い津波が押し寄せておりまして、まだまだこの先も波が続くということです。今左下、総理大臣の記者会見がこれから始まります、菅総理の記者会見の模様に切り替えます。国民の皆様、もうテレビラジオでご承知のように、本日14時46分三陸沖を震源とするマグニチュード 8.4 の非常に強い地震が発生をいたしました。これにより東北地方を中心として広い範囲で大きな被害が発生をいたしております。被災された方々には心からお見舞いを申し上げます。なお、原子力施設につきましては、一部の原子力発電所が自動停止いたしましたが、これまでのところ外部への放射性物質等の影響は確認をされておりません。こうした事態を迎え、私を本部長とする緊急災害対策本部を直ちに設置をいたしました。国民の皆様の安全を確保し、被害を最小限に抑えるため、政府として総力を挙げて取り組んでまいります。国民の皆様におかれましても、今後引き続き注意深くテレビやラジオの報道をよく受け止めていただき、落ち着いて行動されるよう心からお願いを申し上げます。総理大臣官邸から菅総理大臣の記者会見の模様をご覧いただきました。こうしているうちにですね、今今村先生、はい、波の勢いが少し止まりましたね、はい、戻ってますね。今引き波が始まりました、はい、はい、青森県の八戸港の今ライブの映像ですが、少しずつ戻っていってますね、はい、で今はですね、その流れはあまり強くありませんが、はい、津波の戻り流れというのも非常に強くなります、はいはい、でこれが漂流物と、または場合によってはですね、流された方が沖に移動してしまうということがあります、はいはい、非常に強い流れがこれもですね、20分以上続くと考えられます、はい、津波が押し寄せていった時には見られなかったさまざまなものが今海に向かって、今度は左から右に向かって流されていっているのが分かります、はい、特にですね、はい、今強い流れが見えていますが、あれは道路の道路です、はい、道路というのはですね、非常に幅が広くて、はい、津波にとっては入りやすいところ、また出やすいところになります、はい、そういうところが特に危険になります。車がもうあっという間に流されております、漂流物がたくさん見えます。
人的被害がないことを祈りたいと思いますが、はい、この津波は先ほど20分ぐらいはその押し波であると、はい、でこれもやはり20分ぐらい今度は引き波が続くということになるわけです、はい、そうですね。でここではですね、はい、まあ、あの比較的平らなところなので、はい、波の高さというよりも今見ていただいたような流れが強いということになります。でこの流れは今は引いてますけども、また押し波が来まして必ず奥まで来ますので、はい、早く高いところまた遠くのところにですね移動していただきたいと思います。小型車ほど巻き込まれている様子がよくわかりますが、はい、車がどんどんと今ちょうどあのガソリンスタンドの北側にある道、うん、ここがですね、はい、この部分が一番流れが激しくて、さまざまなものがこの引き波でもって持ってかれているのがわかります。そうですね、はい、車の中に少し人影のような見えます。人がいないといいんですけどね、はい、あの避難していらっしゃることを望みたいと思います、はい、本当に祈るような気持ちですが、そうするとこれは、はい、あの陸地に入っていった海の水が、はい、全てもう一回海に戻っていくというふうに考えているんですか。はい、一気に。でただあの低いところには水はとどまりますが、はい、ほぼ入ってきた分が出ていきます。でまた沖側の巨大な水塊がですねまた押してきます。でこれがですね何波も続きます。はい、で今回マグニチュード 8.4、巨大地震による大津波ですので、その継続時間はですね半日以上または1日以上続くと思います。半日から1日ですか。はい、ですので気象庁が今警報注意報を出しておりますが、はい、その解除するまでですね必ず安全なところでとどまっていただきたいと思います。あのインドネシアのスマトラ島沖の地震の時のことをちょっと今思い出しているんですけれども、はいはいはい、ね、ものすごい勢いで今あの波が押し寄せますね。はい、で日本の場合はこの護岸がかなりしっかりその、はい、いわゆる、できているという部分があるんですが、はい、その違いだけということですか。はい、あの強さであるとか、そのメカニズムというのは全く同じというふうに考えています。はい、で我が国の場合ですね、はい、大体5メートル程度の防波堤防潮堤はありますが、今回の津波はそれを上回っていた、または一部空いているところがありますので、はい、そこから侵入した場合もあるかと思います。ヘッドライトがついたままの車が今流されています。はい、流されていますね。でこれでですねずっと沖に流されますので、多くの方がですね沖で漂流するケースがかなりあります。はいはい、で津波がある程度収まりましたらばその方への救助というのも大変重要な対応になるかと思います。なるほど。今村先生は今回 の、 その地震のことをずっとまあ東北大学ですから、言ってみればあ車が動いてる、おそらくこれはですね、車が今自力で走行しようとしている可能性があります。ヘッドライトがついている車が画面の真ん中に映っておりますが、これは流されずに、これは未確認ですけれども、ひょっとしたらエンジンを吹かして、踏ん張っているのかもしれません。ね、止まっているように見えますね。はいはい、先ほどから数台車がもう、流されていったのが確認することができたんですが、はい、この車はここで止まっているのか、あるいは、何か引っかかっている可能性もありますね。はい、引っかかっているか、あるいはアクセルを吹かして、押し流されるのを思い、とどまっている、はい、なんとかその車に乗ってらっしゃる方がいなければいいんですが、そういう人的被害につながらなければいいんですが、はい、車が今ここで、ライトをつけて、止まっているのが分かります。はい、非常にもどかしいですね、この映像を見ていても今何もできないというのが。はい、できません。で今ですね流れがおそらく目測なんですが、はい、秒速1メートル以上だと思います。秒速1メートル、はい、少し波が、弱くなっているようにも見えるんですが、引き波もですね少し流れとしては弱まっているようには見えます。はい、でただし1メートル以上ということで通常の河川の洪水と同じぐらいの速度になります。はい、とても、人は立ってやられませんし、今車は止まってますけども、はい、普通は流されてしまうスピードになります。この15分ぐらいの間に、青森県の八戸港の様相が一変してしまいました。海から押し寄せてきた高い津波が、防波堤を越えて、船を岸壁の上に押し上げてしまいました。うん、
そしてかなり地面の地表の奥深くまでこの津波が到達をして、引き波によってさまざまなものがさらわれていきました。この15分ぐらいの間に青森県の八戸港の様子は一変してしまいました。大型の船が横転しております。気になるのはヘッドライトがついているあの車なんですが、なんとかあそこに、まだ、とどまってますね。少し今画面に車に寄ったんですが、人の気配は確認することはできません。人影は今この映像だけでは確認できないんですが、さまざまなものが市街地から海に向かって引き波によって流されていっているのが分かります。車はヘッドライトをつけて、なんとかあそこに踏みとどまっていてほしいと思います。それと今村先生、今度警戒しなければいけないのは、その次の津波ということになると思うんですが、そうですね、これはどういうふうに予想できるんでしょうか。津波は非常に複雑でですね、第1波第2波が大きい場合もあれば、また後続波ということで4波5波の方が大きい場合もあります。でこれは地震津波の発生位置と場所によります、我々もですね、予測が難しいですので、とにかく沿岸部には近づかない、高いところで、安全な避難を継続すると。で特にこれから暗くなりますので、とにかく外への移動というのは大変危険になります、またマグニチュード 8.4 ですので、強い余震が続くと思われます、そうに今いる建物が、きちんと安全なのかどうか周りを確認しながらですね、そこに滞在していただきたいと思います。ちょっとスタジオに今、関川デスクが持ってくれているこのフリップをちょっとだけ撮っていただけますでしょうか。スタジオのこのフリップをちょっとだけ撮っていただけますか。津波の情報を先にお伝えします。到達予想時刻です。津波の到達予想時刻をお伝えします。飛び島で午後5時10分に津波が到達する予想です。あと5分ほどです。そしてですね、右側に満潮の時刻が書いてありますが、この飛び島に関しては満潮の時刻とほぼ重なる恐れがあります。非常に予想よりも津波は大きくなる恐れがあります。飛び島で午後5時10分にあと4分ほどですが津波が到達する予想というのが出ています。満潮の時刻と非常に重なりますので大きな津波になる恐れがあります。気をつけてください。そしてその他でも豊橋市三河港で午後5時10分、洲本で午後5時10分、小松島で午後5時10分、佐伯市松浦で午後5時10分、日向市細島で午後5時10分に津波が到達する予想が出ています。満潮の時刻と重なるところでは津波が大きくなる恐れがありますので警戒してください。宮崎港でも午後5時10分、種子島、熊野で午後5時10分、中之島で午後5時10分、南大東漁港で午後5時10分、紋別でも午後5時20分、四日市で午後5時20分、津波が到達する恐れがあります。海岸から直ちにまた離れてください。映像でご覧いただいていますように津波は第1波、第2波よりも第3波が大きくなる可能性があります。思ったよりも、高台、そして海岸からかなり離れて避難をしてください。三崎町丹野和で午後5時20分、和歌山で午後5時20分、南大隅町大泊で午後5時20分、志布志港午後5時20分に津波の到達予想となっています。そして現在映っているのは青森八戸港の映像です。スタジオにお越しいただいている東北大学の津波専門家の今村教授とお話をしていたんですけれども、この映像を見る限りにおいてはですね、少し引き波のスピード、それからその強さというものが弱まってきているというふうに見受けられるんですが、だいぶですね、水面が引いておりまして、で陸上に見えているものは少ないんですけども、海の方はまだまだ引いていると思います。このスタジオにありますフリップを一旦ちょっと撮って、先ほどから非常に気になっておりましたこの、青森県の八戸港の車ですが、
状況が少し分かったようなんです。ワイパーが、はい、ワイパーが動いてます、先ほどはワイパー動いてなかったんですよね、はい、ライトがついていただけだったんですが、現在この車ワイパーが動いております。これはあの中に人がいるのか、そこがちょっと確認できないんですが、まだできませんね。先ほどはあのライトがついている状況だったこの車のワイパーが動き始めました。かなりまた揺れが、現在も東京のテレビ朝日のスタジオ揺れております。あの通常あのタイヤを超えると浸水を超えると車は動けません、はい、今はだいぶ低くなっているので、はい、この状態だとなんとか移動はできると思うんですけども、人がこの車の中にいるのかどうかがちょっと確認できないんですが、これどうでしょうね。あのこれだけまだその引き波が先ほどよりも勢いは小さい、届いたように、はい、全く同じです。今度は逆なのですね。そうです、はい、街の様子が今映像に捉えられておりますが、これはあの先ほどからずっと映っていたガソリンスタンドですね、その手前のところに車が流されてきているのが分かるんですが、今度はあの西日本中心と言っていいかもしれません。津波の到達予想の時刻を表示しております。すでに時刻は今午後5時22分23分になろうというところですが、予想は午後5時20分あるいは午後5時30分、三崎町の丹和、和歌山、南大隅町の大泊、志布志港、奄美市の小湊など5時20分と表示が出ておりますが、この表示の後でも、はい、津波は押し寄せてくる、はい、可能性が高いです。そうです、あの前後しますので、あくまでこれは予想時間です、はい、津波は早く来る場合もありますし、遅く来る場合もあります。午後5時30分鶴岡市、ネズミヶ関、新潟、淡島、柏崎のクジラ波、富山、福祉富山の伏木、富山新港、新港、5時半という到達予想時刻です。さらに珠洲市、これは能登半島ですね、長橋、輪島港、七尾港、種子島の西の表、奄美市、名瀬、5時30分というのが、津波の到達予想です。北の方の青森県八戸港ではご覧のような津波が押し寄せました。まだ津波の襲来がない地域の皆さんも十分にご注意いただきたいと思います。5時40分に津波が到達する予想が出ている地域の名前です。名古屋、宇和島、鹿児島の枕崎、下関市の彦島、徳山、宇部港、ご覧の地域には午後5時40分から午後5時50分ごろ、あと20分から30分先ぐらいに津波が到達するということが予想されております。と思います、ね、ということのようですね、はい、さてこちらは先ほどからたびたび中継で出てきております青森県の八戸港の車なんですが、おそらくこれはあのバッテリーが切れたんじゃないでしょうかね、うん、あのヘッドライトが消えました、人は乗っていないかどうか、これはあの確認できないんですが、もし乗っていない、うん、後ろに新たな車ですね、はい、ただこれどうですか、あの車が今こういう海岸線に近づくということは、うん、危険です。あまり良いことではないですね、はいはい、今はですね海面が、まあ、この地盤より低いのでいいんですが、必ずまた押し波が来ますので、はい、すぐに移動していただきたいと思います、はい、もしかしたらあの乗っていらっしゃらなくて車だけが流されて、止まったまま、ということになったのかもしれませんが、もうあれから2時間ほど経ちましたので、おそらく車のバッテリーが切れてヘッドライト、ワイパーなどが止まったものと思われます、後ろにいる軽自動車が今移動していきます。この八戸で気になっているのは、はい、第3波といいますか、はい、第4波といいますか、この波がどうなるかという点なんですけれども、はい、左側にまた人影も見えますね、木々の間ですが、かなり何台も車が侵入してきている様子が分かりますが、はい、いや危険ですね、ちょっと沿岸部、右手側が沿岸部だと思うんですけども、はい、右が海ですね、
早く移動してほしいです、まあ、多分被害の状況を確認しに来たのではないかと思うんですが、こういった場合ですね、被害の状況を確認するとかいったことで海辺に戻ったところでまた次の津波に飲み込まれるということは得てしてあることですので、大変危険ですからすぐに車を置いて海からなるべく遠いところへもう一刻も早く避難していただきたいと思います。または鉄筋コンクリートの3階建て以上の、まあ階段を使って上に上がっていただきたいと思います。なるほど、太平洋沿岸北海道から東北地方関東に至って、中部地方紀伊半島までは大津波警報が出ております。そして四国から九州の太平洋沿岸には現在も津波警報が出ております。絶対に海岸や川の河口などに近づかないように引き続き警戒をお願いいたします。